ジョージ・ワシントン・ブリッジから見たワシントン・ハイツ。ワシントン・ハイツはニューヨーク市マンハッタン区の北部に位置する地区である。この名称はホート・ワシントンに由来している。この要塞はアメリカ独立戦争の際に大陸軍がイギリス軍からこの地域を防衛する目的でマンハッタン島で最も標高の高いこの地に築いたものである。ワシントン・ハイツは 南側の155丁目で、ハーレム地区、北側のダイクマンストリートで、インウッド地区に接し、西側は、ハドソン側、東側は、ハーレム側及びハーレムリバードライブとなっている。17世紀に、ヨーロッパ人がニューヨークに入植してきて、以来、18世紀中はこのエリアはほとんど市街、開発されず、ニューヨーク州北部やボストンに続く、幹線道路が建設されただけであった。 アメリカ独立戦争中の1776年11月16日にはワシントントリりでの戦いが現在のベネットパークあたりで起こった。この戦争中でワシントン軍によって使われたブルー、ベルタバーンは現在のブロードウェイと181丁目のあたりに立っていた。ワシントンハイツはハドソン側の対岸にあるニュージャージー州フォートリーと世界で 最も交通量の多い自動車橋であるジョージ・ワシントン・ブリッジによって結ばれている。インターステート95号線の一部であるトランス・マンハッタン・エクスプレスウェイは、東地区を北に伸び、ハドソン川を渡って、ブロンクス区に続いている。ニューヨーク市地下鉄の i n d 8番街線と IRT ブロードウェイ -7 番街線が、この地区を走っており、いくつかの駅が存在する。 クロイスターズ美術館の庭、コロンビア大学のメディカルセンター及び医学校はこの地域の168丁目とブロードウェイの角に一致している。この医療キャンパスは1903年から1912年までニューヨークハイランダーズの本拠球場であったヒルトップパークの跡地に建設されている。一方、ワシントンハイツにおける文化施設として最もよく知られ、 魅力的な観光地となっているのが、メトロポリタン美術館の別館、クロイスターズである。この美術館はこの地区の最北にある、ォートトライオン公園内にあり、中世様式の建物において中世ヨーロッパ美術が展示されている。また、この公園からは、ハドソン川越しに、ニュージャージー州、川がしの素晴らしい景色を眺めることができる。地区の東側には、 ハーレム川を望むハイブリッジパークがあり、公園内にはブロンクスへとつながるハイブリッジがかかっている。さらに、黒人公民権活動家、マルコム X が1965年2月、演説中に暗殺された、オーデューボン部登場がワシントンハイツ地区、ブロードウェイと165丁目の角にある。この場所は、現在、マルコム X の記念センターとなり、店舗、レストラン、 本屋などが入居している。ボザール様式の建築群、オーデュボンテラスも見どころの一つである。フォートワシントン街、187丁目付近。今日、この地区で最も多数を占める住民は、ドミニカ人とその子孫たちであり、この地区の路上ではしばしば、スペイン語を耳にすることとなる。この地区は1980年代のクラックブームにおける影響を、大いに受けた。 この理由の一つには、1980年代から90年代にかけて多数の犯罪、とりわけ殺人やドラッグに関わった地元のギャング集団の存在がある。ありがとうございます。